はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。宇和田だよ、本日もよろしくお願いいたします。本日ご紹介するのは、アサヒ飲料より4月17日に発売された、ワンダ D コーヒーカフェラテかけるほうじ茶。さあ、こちらご紹介したいと思います。こちらカフェラテかけるほうじ茶は、ブラジル産を中心に厳選したコーヒー豆を高温短時間で焙煎することで、苦味や雑味を抑えたカフェラテに国産ほうじ茶を組み合わせることで実現したすっきりとした後味が特徴の商品となります。うん、すっきりコクコクいきますよということなんで、はい、はい、失礼します。はい、飲んでみたいと思います。さあ、茶葉香るリフレッシュコーヒー、これって振るのかな、コールド商品ということだね。コーヒー飲料なんですね。コーヒー飲料で、100g あたり31カロリーで、乳製、何も特に書いてないですね。振ってくださいとかないですね。あ、よく振ってくださいっていう、よく振って書いてますね。よく振ってくださいって書いてますね。はい、振りましたね。よく振りました。はい、もうこの時点で多分ね、もうスキップしてたりしてんだろうな。はい、飲んでます。あ、うん、もうコーヒーですよね。でもお茶、うん、これ先に伊藤園がやっちゃってるからな。名前出すなと。名前出すのもいいです。でも美味しいです。4です、うん。これね。さっきにはコーヒー飲料って書いてた通り、コーヒーの方が若干強め。でも、お茶の、もう爽やかな、お茶っていうのがね、赤い。でももうコーヒーの甘さも感じるんだけど、もうコーヒー飲料ですねこれは、うん、要はなんだ、よく紙パックのコーヒーあるじゃないですか、あれにまあちょっとほうじ茶をこう、あだわちがこうほうじ茶みたいな感じの、まあでもリフレッシュにはねすごいいいんで、ぜひね、これいいですね。リフレッシュにぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。じゃあね。